はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回は、大宮対長崎のゲームのマッチレビューですね、やっていこうと思っております。よろしくお願いいたします。ということでございまして、長崎なかなか調子の上がらない中での、大宮戦でございましたけれども、まずは、スターメンから見ていくとこういう形になりました。長崎はエジガルジュニア今季初スタメンということになりましたね。で、左サイドバックには江川で、右サイドバックには桑崎選手がスタメンで入ることになりました。さあ、このゲームの結果はご覧の通り、こちらですね、4対0ということでございまして、いや、なかなかにこれは厳しい現実を見せられたなという感じでございますね。ここまで大宮自身もそんなに調子が良くなかったんで、プレビュー動画でも話しましたけども、複数失点が続いていた大宮に、1点も取れなかったのは、それは岩瀬監督の修正能力なのか、そして長崎のやっぱり攻撃陣に問題があるのか、でもっと言うと大宮は水曜日ゲームがあった後でございましたので、スタミナ的にはちょっときつかったのは多分大宮だったと思うんですけれども、足が動いていたのも大宮だったかなと思いますね。ということでマッチレビューになるんですけど、綺麗な 4-5-1 だったなと思ったのがやっぱり長崎で、ございますね。この綺麗な 4-5-1 というのは、別にこう褒め言葉でもあり、ちょっと問題もあるよねということでございますね。要は本当ワントップの選手が孤立している、エジガルジュニアが特に前半序盤戦なんですけれども、30分ぐらいまでかな、本当、こう書いてますけど、距離感が非常に悪かったかなと、もう本当エジガルジュニアが孤立する感じで、例えばサイドバックの江川選手が高い位置を取ってもちょっとやりきれず、クロスまで行けずとかで、変な形でボール奪われてカウンターを受けるシーンもありました。そこがちょっと問題かなと思っていたんですけど、この4-5-1に関しましては、途中からしっかりこの澤田選手とか名倉選手が中に絞ってプレーすることによって、そこは非常に良かったのかと思っております。だからこの変化したポジショニングのこの 2-1 の形っていうのは、ワントップのエジガルジュニオ、その近くに澤田名倉というように、エジガルジュニオとの距離感が実は良くはなっていた時間帯もあったんですけども、ただやっぱりトランジションの問題っていうのは結構この試合も多かった。特にやっぱり言っちゃあれですけど、江川選手のトランジション奪われた後ちょっとね、戻りが遅かったりとかするので、そこがやっぱり気にはなった。元々本職のサイドバックの選手ではないので、桑崎選手も実はそうなんですけれども、そこが非常に現在サイドバック本職のサイドバックが長崎、この試合出ていなかったのもどうしたことやらという感じはするんですけれども、やっぱりあんだけ江川選手が高い位置取って、で戻りが遅かったら全体としてなかなか押し上げづらいんですよね。その後の、カウンター警戒とかして、なかなかこう全体が押し上がらない、ちょっと重心後ろになってしまうシーンも多かったので、なんとも難しいところではあるんですけど、攻撃の時のこのワントップツーシャドウみたいなこの3人の距離感は非常に良くなったんですけれども、ただそこでやっぱり、それでもね、なかなかフィニッシュで終わるシーンが少なかったのはやっぱり、攻撃のところ気にはなりましたね。で、守備の問題で言うと、やっぱりここをね、今季ここまでの課題にはなるんですけれども、どうしてもボールウォッチャーになりがちな、今シーズンの長崎の守備なんですよね。要はクロスに対しての対応が甘いというか、周りがあまり見えていない、今日のハスキッチ選手のヘディングもそうなんですけど、ちょっと寄せが甘かったりとかして、あそこちょっと体ぶつけたりとかするだけでも高さで負けていても、ちょっと体勢崩すことができるので、そこちょっと甘かったのかなと。やっぱそこはただ選手の声かけとかの問題なんとかなる部分ではあるんですよね。で、タスクが多いっていうのは勝手なこの僕の妄想ではあるんですけど、守備のところにどういうタスクを監督が与えているか、役割のところをどういうふうに与えているかによって、ここも変わっては、来るんですけどもね。ただ、例えば今日の試合に関しましては、簡単にやっぱりクロス上げさせてしまったらダメだよねっていうのは、プレビュー動画でも、話したところではあるんですけれども、やっぱりそこに例えば誰が寄せるのかとか、寄せずに中をしっかり固めればいいんですけれども、そこの立ち位置の問題であったりとか、ここしっかり整理が必要かなと思っておりますね。で、どうする長崎ということになってきてですね、さっきの失点のところで話すと忘れていたんですけども、一応この試合の前までは長崎の失点で今シーズン多い形っていうのは、一つはクロスからの失点が多いっていうのと、あとこぼれ球からの、失点が多いっていうのが、長崎のこの試合の前までの、
データではあったんですけども、ただこの試合もこぼれ球から、クロスから取られていますので、そういうことを考えるとやっぱりそこの改善は、できていなかったのかなと思っておりますけどもね。でじゃあ長崎の今の問題なんですけども、選手を入れ替えてなんとかなるのかっていうところになってくるんですよね。例えば今日フレイレ二見っていうところに関しましては、選手の能力としては何にも問題はない、申し分もない選手とは思うんですけども、やっぱりこう選手のマインドのところなのか、やっぱりこう、某選手が言っていたんですけど、ちょっとピッチ上選手に元気がないということで、この元気がないっていうのはどういうことなのか、いろいろ考えることがあるは、あるんですけども、ただ、なんだろう、本当入れ替えてなんとかなるのかな。例えば二見フレイレ以上の選手がいるのかっていうと、ただ上里選手いるんですけども、じゃこの上里選手がフレイレとか二見より特別抜けてうまいかっていうと、ここね、良くも悪くもいいレベルで競り合っているので、このレギュラー争いが面白いっていうのもあるんですけども、突出してこう誰が抜けてるわけでもなくて、誰が出ても今は正直同じ能力かなと思っておりますので、ではどうするのかっていうことで、一番気になるところっていうのは実は守備のところじゃなくて攻撃のところなんですよね。例えばボールを持つ位置っていうのは別に長崎の選手悪くはなくて、特に気にはならないんですけども、その後の球離れが非常に悪いんですよね。要は判断力のところですね。ボールを持った選手がやっぱり味方を探してしまう。で、味方を探してしまうっていうことは、全体的なポジショニングが悪かったりとか、例えば誰かが裏を抜けるような動きをして相手ディフェンダーを引っ張ったりとか、一人降りてきてとか、そういう動きがなかったってっていうのがやっぱり一つあると思うんですよね。で、この動き出しが少ないっていうのは、去年も実は長崎あったんですけども、この動き出しが少ない時に実は昨年は木田選手が、もういなくなった選手のことを言ってもしょうがないんですけど、木田選手のように一人で剥がせる選手がいると、全体としてもう足が止まっていてもなんとかなったりとか、あるんです。これ前熊選手とか亀川もそうなんですけど、ある程度個人でなんとかなる選手がいると足が止まっていてもなんとかなる部分がある。ただそこがちょっと今長崎欠けている部分なので、気にはなる。本当ね、もう探しながらボールを持って運んでとか、そういう感じなので、選手のプレーに迷いがあるなっていうのはちょっと一番気になるところで、そこは整備しないといけないで、ウェリントン選手をどうも獲得ほぼ決定的ということで、ブラジルのチームの方は、向こうさんはですね、発表は、しているんですけど、最後は長崎の発表を待つだけなんで、このウェリントンが入ることによって、ドリブラータイプでございますので、何か変わる可能性はあると思いはしますけども、ただ個人的にはやっぱ長崎の今の問題っていうのは選手の質の問題よりもまた別のとこにある気が正直しているんですよ。多分誰が出ても突出して変わることはない。だからこそここで監督の力っていうのは求められてくるのかなと。長崎の選手にどういうタスクを与えるのかっていうところもう一つ整備した方がいいのかなって感じがしてきましたけどもね。で、じゃあ4-5-1は不向きなのかいっていう話になってきて、僕は不向きかなと思っています。これは、だからいなくなったことの選手を話してもっていう話なんですけども、やっぱり 4-5-1 っていうのは、もちろんこの、フォーメーション図を頭に思い浮かべてもらえれば分かりやすいんですけども、前線にはフォワード1枚しかいないんですよね。だからフォワード1枚しかいないからこそワントップには決定力が求められる。で、このワントップに決定力が求められるという意味ではエジガルジュニアは最適ではあるんですけれども、そのもう一個一列下がってるとやっぱりサイドアタッカー、サイドハーフのところになると、ここもやっぱり個人での打開が、求められる。もしくはこのサイドハーフとサイドバックのこの連携がうまくいくといいんですけども、ただこのサイドハーフとサイドバックの距離感がちょっと悪いと言いますか、こうサイドハーフの選手が中に絞って、じゃあエジガルジュニアを孤立させないようにするっていうのは一つの手では、ありますし、それは僕はいいと思うんですけども、そうなると今度はサイドバックの選手に個人での打開が求められてくるんですけども、ただ最初も言いましたけど、江川にしても、桑崎選手にしても、なんだろう、個人でどうにかするタイプでもありませんし、そもそも本職ではないことを考えると、今度はサイドハーフがじゃあサイドバックとこうコンビネーションで崩そうとする。そしたらこの中が薄くなる。で、中をカバーするためにサイドハーフの選手が中に絞ると、サイドバックは別にこう個人で打開できる選手ではないので、攻撃が手詰まるとか、ちょっと不向きかなと。そういう意味では選手のこのプレースタイル的には不向きなのかなと思っていますけども、ウェリントン選手のようにはプレースタイルは実際見ていないので何とも言えないんですけども、ドリブラーみたいな選手が入る少し変わってくるのかなと思うんで、個人的には 4-4-2 にしてもいいのかなと思ってますけどもね。で、トップ下の選手がどう振る舞うか、 4-5-1 の場合、加藤選手に、どういう、だからそれもタスクの問題にはなってくるんですけども、例えばトップ下の選手って、4-5-1 のトップ下であるのであれば、やっぱり、パサー、決定的なパスが出せるルアン選手のタイプ、もしくは、点が取れるタイプの万能的なトップ下を置くのがいいんですけども、加藤選手の場合はどちらかって
というとボランチ寄りの選手なので、まあトップ下かって感じは、まあ運動量とか例えばセカンドボールの回収という意味ではこの加藤選手のトップ下起用はありと思うんですけれども、ただこのセカンドボールの回収というところに目をつけると、まあ今日は特に前半はセカンドボールはよく回収できていて、まあショートカウンターもできていたんですけれども、ただやっぱり点を取るには、まあもうそもそもセカンドボールを回収する前にしっかりまあシュートを決めきればいい話なので、ルアンをトップ下に置くか、もしくはトップ下なくして 4-4-2 にするのがまあいいのかなって感じもしますが、4-4-2 にすると今度また問題があって、今日はすみませんネガティブな話になってしまっているんですけど、 4-4-2 にするとじゃあどういう2トップにするのかいって話になって、一番いいのは玉田とエジカルジュニオみたいなタイプがいいんですけれども、エジカルジュニオとじゃあフォワードだと誰かがトクラとかになるんですけど、ちょっとキャラクター被るで、エジカルジュニオは今のところ正直外せない感じがしていて、じゃあエジカルジュニオとトガシなのか、エジカルジュニオとトクラなのかっていうなると、ちょっと多分前線が同じような動きになってしまってとか、まあそこ多分ね、ツートップとこの選手の距離感が悪くなるのは正直目に見えている感じがしているので、実はツートップ向きでも今の長崎の選手構成はない、だからもう3バックにして 3-4-2-1 にするのがいいのかなと思っています。で、まあただ3バックにするとまあ守備のとこも改善はする、まあ守備の時はおそらく5バックになるので、守備のとこもある程度改善する可能性もありますし、まあ 3-4-2-1 にするともある程度はまあやりきることができる。ただ今度 3-4-2-1 にしてウィングバックにするとウェリントン選手はどこで使うんだいって話になって、ウェリントン選手がじゃあウィングバックできるかというとちょっとよくわからない部分があるし、ウィングバックを配置するシステムにするとやっぱり守備の時のこのね5バックのところ、そこの守備も求められてくるので、ウェリントンがどこまでやれるかとか、まあ、問題が出てくる。だから難しい、非常に難しい構成にまあなってきているので、これやっぱり監督がどう落ち着かせるかっていうのが一つ鍵になってくると思うんですけども、ただやっぱりサイドバックがね、マイクマ亀川が復帰すれば 4-5-1 でもいいのかも、知れないんですけども、ただこの本職じゃない選手がサイドバックやってるうちは 4-5-1 だとやっぱり得点は遠のく感じがしているのが僕の感じでございます。これはまあいろんな考え方あると思うんですけども、そこもう一回選手の役割っていうのを考えた方がいいのかなって個人的に思っておりますね。はい、というわけで今回、長崎のレビューになりました。まあ、今後ね、本当長崎どうなるか分かりませんけど、また1週間インターバルが空くので、どう修正してくるかかなと思っておりますね。はい、と以上パルプンでジェリーグサッカーチャンネルのつつんしゃがったチャンネル登録よろしくお願いします。